はい、おはようございます。1月16日6時54分の相場解説デイリーを見ています。最近は N 波動についてお話してるんですけども、ここまでですね N 波動のことについてお話しされるような徹底的に話す機会もなかなかないと思いますよね。まあこのデイリーの表を見てみますと、右肩上がりのところが見えるのは皆さんもね、ご存知なところだと思います。こういうふうにね、もうとにかく右肩上がりで上下上下刻みながら行ってますよってことなんですよね。で今 あれですよね、イランとアメリカの関係が冷え込んでそうではなくなって V を書くようにズバッと上の方に上がってきています。この流れを捉えていきたいですよね。もしくはここで何回も買いで稼ぐ機会がありましたんで、まあ利益を取れている方は普段より多いんじゃないかなと思いますよね。じゃあ4時間を見てみましょう。ここから注目ですよ。4時間なんですけども、1個目の N、ね、ここにありますよね。で、2個目の N が今、形成されようとしています。で、ちょっと陽線が出てますけども、まだね、これが大きくズバッと N を完成するのには、ちょっと時間がかかるみたいです。もしかしたら、動きが早まれば今日なんですけども、そうでなかったらもうちょっと時間かかるか、もしくはこのまま N を作らずにですね、こういう風になってしまって、はい、チン、それまでよ、かもしれません。それはわかんないんですよ。ただ、チャンスがあるとしたら、ここですよね。ここで、あれ、N はできなかったんだけども、もう一回こういくかもしれないですよね。そうなると、大きな意味で N なわけなんですよ。こういう風な N です。あ、ちょっとすいません。こういう風な N ですよ。こう上がって、こう上がって、こういう風に大きな意味での N ができるってことです。これ意識してくださいね。で、1時間見てみますね。1時間なんですけども、この動きがね、こっちの方に、8時間ほど前にこういう風に向かうかなと思ったら、いまいち向かってなくって、これ。またちょっとしょぼくれちゃいましたね。もしかしたらここの2個目の N まではできないのかもしれないということを考えながらやっていこうかと思います。まあですんでね、昨日のうちに N を信じてエントリーしちゃった方っていうのはちょっと含み損抱えている形になりますんで、ロスカットラインかかるまで見ておくか、それともそうですね、もう早めに決済してもう一回様子を見るかになってくると思います。あの判断には間違いもありますからね。それからあのロスカットラインが引けるっていうのも一つの相場予測なんですよ。ここまで、考えと違う方向に来たら潔くね、エントリーを外してまた別の仮説を立ててみようかなっていうことで一歩進むってこともあります。で今回は最後に申し上げたいのは移動平均線なんですけども、移動平均線が今ここでね絡んでますよね。ちょっと見にくいかもしれませんけども、で黄色い移動平均線見えにくくてすいません、ちょっと色塗り替えますね。これ黄色になっちゃったんですよ。黄色の移動平均線がこういうふうに100日移動平均線が来てますよね。だからこの100日がこうクロスして、で短期と中期がこういうふうに絡んでいった時が大ブレイクの瞬間ですから、移動平均線を見ていきましょう。それではですね、もう一つの視点がありましたね。ゾーンです。ゾーンは今完全にこの4つに依存しています。だからこういうふうになってます。だからゾーンの今内側ですよね、中側ですよね。っていうことは十分ゾーンから跳ね上げられて上昇に転ずる余地はあるってことです。ただしこのゾーン、このままズブズブと上下しながら、あ、抜けちゃいました。ズブズブと上下しながらね、赤で書きますよ。こんな感じになることもあるわけですよ、上下しながら。そうなるとこういうふうな大きなね下がり波動がまだまだ続くよってことになります。今はねここまでしか続いてませんけども、まだまだ続いてエントリーを買いでした人はずっと含み損が膨らんでいくってことになりますよね。だからまあ最悪ね、あのロスカットライン、ここがゾーンに当たってるとゾーンのきっかけになると思ったら、買いで入る方はロスカットラインを109円の750あたりに少なくとも組んどかないと損失が止まんなくなりますんでね、まあご用心いただきたいと思います。あの勝っていくためにはどこまでの負けで食い止めるかっていうのも常に入れとかないといけないですからね。はい、そういうことでございます。三位一体の、エントリーね、ロスカットラインとテイクプロフィットライン3つ同時に入れてエントリーですからね。以上です。
本日ありがとうございました。